皆さんこんばんは。5月27日の塩チャンネルです。今日は参議院で本会議がありました。2時間半という長い本会議でいくつか法案の採決がありまして、その中でスーパーシティの構想、この採決もありました。私たち野党は反対をしたんですけれども、与党とそして日本維新の会が賛成をして参議院でも可決をされてしまいました。スーパーシティって何なのっていうふうに思うかもしれませんが、国家戦略特区です。おそらくIT を駆使してこうなんていうんですかね、こう先進的な街づくりをそこでしたいということなんだろうと思います。ここで問題になるのは個人情報です。これ新聞にもあったんですけれども、分かりやすいのでご説明をするとですね、例えばなんですけれども、私たちの市民の方がね、自家用車を利用して通院タクシーを利用し作ろうとしたとします。これ普通のところではできません。法律的にできないんですね。こうライドシェアみたいなものとか、そうしたものになりますからできませんと。しかしここ国家戦略特区なので、それをやろうということになった時にですね、国とか自治体が情報を一元管理するためにですね、事業者さんから、その高齢者の方が住む場所とか、例えばその疾病であるとか健康状態、あと要介護度とか、こうした情報をくださいというふうになったとしますと、これ本来個人情報保護法からいくと絶対 NG ですよねと。だけれども、スムーズに IT を使って先進的な街づくりをするために、これを OK にしましょうというのもできるようになってしまうんですね。で、個人情報保護法です。来週私改正があるので質疑に立つことに内閣委員会になっておりますけれども、個人情報保護法ではこうしたその個人の、健康状態とか要介護度とか、こうしたものを本人の同意なしに渡すことはできません。しかし国家戦略特区ですし、行政機関の方の個人情報保護法では公益に資する場合など特別な時にはダメっていうふうにはなってないんですよね。本人の同意なしで OK ということにもなっているので、どちらが適用されるんですかということになってきます。普通であれば一般的なんですね、個人情報保護法が適用されるはずですけれども、こうした国家戦略特区であり IT を駆使してですね、先進的な暮らしや街づくりをしようとなった時に、これいちいち本人同士なしでいいですよっていう可能性が高くなってくると、これが分かりやすい例だというふうに思っています。住民の合意がないままで、どれだけですね、こうした IT を駆使したですね、街づくりが進んでいくのかというところはあろうかと思います。ですので、国家戦略を取るとしてどんどん進めていきたいというのが政府の考えだと思いますが、だがしかしです。問題は結局私たち、私も含めて国民が今の政府を信用してないんですよね。だからその税金何に使ってるんだっていうふうに疑心暗鬼にもなるだろうし、情報を渡すにしてもですね、例えばマイナンバー、これ私も危ないなと思う反面、私は持っています、持ってるんですけれども、政府を信用していないので、マイナンバーを取る人たちがですね、こう安心できないので取らないというふうになっています。そこもすごくよく理解できますし、それだけ信用ならない政治が今行われているんだというふうに思います。これそのままこれに当てはまると思います。本当にいいことをしようと思って先進的な街づくりをして、それを日本に広めていきたいと思ったとしても、情報を取る気でしょう、抜く気でしょうっていう、 もう信頼できない、政治が街づくりにこう利用されるんじゃないかというふうに思う人は多いと思っておりますので、今回ここにまた同じくぶち当たってしまうのではないかというふうに思っています。私自身も今の政府を、申し訳ないんですけれども信用はしていません。黒川さんのね、こう検察庁法の改正見ても分かりますし、加計学園森友とか桜を見る会もそうですよね。もうそういうのを見るだけでもですね、表に出ていることだけでもこんなことになっているわけですよ。なので私たちの個人情報がどのように使われるかわからない、信用できないという現状、私も同じ気持ちですので、こんな法律私は通してしまってはいけなかったのではないかと思います。 IT とかいろんなものを駆使して先進的な街づくり進めていくことは私も大賛成です。日本技術が
発達していると言われていましたけれども、残念ながらどんどんとじりじりと後退をしているような状況だと思います。そうした観点からいくとですね、いかに政治が皆さんに信頼をしてもらえるのかというところが、日本これから先大きな発展に必要な部分ではないかなというふうに思っているところです。そんなこんなで今日も5分以上喋ってしまいました。信頼できる政治にするためにですね、皆さんにも力を貸していただきたいと思っています。それではまた明日。